から見て現在の株価水準はどう評価したらいいでしょうか。はい、日経金株価ですね、予想 PR 見ますと2013年以降14倍から16倍のレンジ内で推移をしております。直近はですね、日経平均株価が 19,800 円台で、まあ、推移する中ですね、予想 PR は 15.6 倍ということで、このレンジ14から16倍の範囲内にあります。従いまして業績面から過熱感は見られないというのが現状と言います。上限16倍計算しますと、画面にあります通り2万300円台が試算されております。収益環境をめぐりますと、今後のアメリカの政策期待、あるいはアメリカの利上げ継続への期待からですね、需要、為替ともにですね、改善方向で進む可能性が高いというふうに見ています。従いまして日経金株価、まあ、ひとまず足元ですね、まあ、北朝鮮リスクなどありますけども、2万円の大台回復を遂げた後に PR16 倍にあたる2万円台半ばを目指し、上値値を探る動きが見込まれます。年内にはですね、2015年高値となりました2万868円、こちらを上回る展開になるというふうに予想をしております。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。